七クマ。俺は清井仁、25歳の会社員だ。俺の元に実家の会社が倒産するかもしれないと連絡があった。もともとは和菓子職人だった父が始めた会社で、和菓子屋を数店舗経営していたのだが、俺が知らない間に経営不振に陥っていた。おかえり、仁。ただいま。俺が慌てて実家に駆けつけると、両親は憔悴していた。なんとかできないの？会社を助けてもいいと言ってくれている人はいるんだが。ほら、ご常連の神谷さん。あの大金持ちの。ただし条件があるんだ。父の話によると、神谷さんには可愛がっている孫娘がいて、在宅で仕事はしているものの、人と会うのを嫌がって家に閉じこもっているのだそうだ。俺がその孫娘と結婚するのが実家の会社を助けてくれる条件だった。つまり俺が見知らぬ女性と結婚すれば会社を救えるのか。父さんも母さんもお前にそうしてほしいわけじゃないんだ。そうよ、ジンももう立派な大人になったし、私はこれからパートでもしようかってお父さんと話してたのよ。両親はわざと明るくそう言った。俺結婚するよ、ジン。相手の方、あなたより10歳も上なのよ。ってことは35歳か。でも会社のためだ。相手の女性が本当に俺と結婚してくれるかわからないけど、まずは会ってみようと思う。次の週末、俺は早速その孫娘の自宅を訪ねることにした。はい。出てきたのは不健康そうな女性だった。体調が悪いのか、もともとそういう外見なのかわからないが、年齢よりさらに上に見えた。この人が俺の結婚相手。そう思って複雑な心境になったのは否定できない。会社のためだ。はじめまして、清井仁と申します。俺は手土産として持ってきた実家の和菓子を彼女に渡した。すると彼女の表情が急に明るくなって。清井堂のお菓子、私こちらのお菓子大好きなんです。本当ですか、嬉しいな。この和菓子を作ってるのは父の会社なんです。それをきっかけに正直に実家の事情を彼女に話した。そうだったんですね。大変な時に祖父がそんなことを。私としては何の条件なしにご融資して差し上げたいところなんですが、祖父は頑固で。そうですか、月子さんにとってもご迷惑ですよね。私は祖父からはたびたびお見合いを勧められていて、すべてお断りしてきましたので。でも私が結婚することでこの美味しいお菓子を残せるのなら、そのお役に立ちたいです。ありがとうございます。でも仁さんはいいんですか、相手がこんなおばさんで。そんなことないですよ。会社の経営が落ち着いたら離婚するから言ってくださいね。彼女にそんなことを言わせてしまったことを申し訳ないと思いつつも、離婚してもいいと言われてほっとしてしまった。それから1ヶ月後に俺たちは結婚式を挙げた。急なことに友人たちは驚いていた。清井くん、綾波さん、今日は来てくれてありがとう。彼女は同じ会社の綾波さん、社内一の美女と呼ばれているだけあって、俺が招待した学生時代の友人たちは彼女が気になっているようだった。こんな時にごめんね。え？私清井くんのこと好きだったの。え？幸せになってね。俺は何と言えばいいかわからなかった。こうして俺と月子さんの結婚生活が始まった。お互いの生活に干渉しないとは言ったものの、彼女の顔を見ない日がずっと続いている。俺が出勤する時間はまだ寝ているようで物音一つしない。帰ってきた頃は仕事をしているようで食事も当然別々。そういえば月子さんは一体何の仕事をしてるんだ。気になったものの聞けないまま新婚1ヶ月目が過ぎていった。そんなある日、俺が仕事から帰ると、え、月子さん？月子さんが廊下に倒れていた。大丈夫ですか？もしかして体調が悪くてずっと部屋にこもっていたのか。仁さん、お久しぶりです。やっと締め切りが終わったのでお料理でもと思ったんですけど。え、締め切り？実は月子さんは人気小説家で、
この1ヶ月は締め切りに追われていたのだそうだ。その日彼女は3日連続の徹夜明けで食事もしておらず倒れてしまったのだった。俺は彼女を寝室に寝かし、おかゆとちょっとしたおかずを部屋まで運んだ。おいしい。こんな風に誰かに優しくしてもらったの学生時代ぶりです。そうですか。その翌日、俺が家に帰ると顔色が良くなった月子さんが俺を待っていてくれた。昨日は驚かせてごめんなさい。よかったら召し上がってください。月子さんが用意してくれた料理はどれもとても美味しく、俺の好物ばかりだった。わざわざ俺の両親に連絡して好物を聞いてくれたんですか？ええ、この1ヶ月あんな調子だったからせめてもの償いにと思って。気を使わせてしまってすみません。大変なお仕事が終わったばかりなのに。ううん、前から和菓子職人さんのお仕事に興味があったから、お父様からお話が聞けてとても勉強になったわ。そうですか。その日から月子さんは締め切り前を除いては家事を一手に引き受けてくれるようになった。そして自然と二人で過ごす時間も増えていき、俺は彼女の優しい人柄と話題が豊富なところに惹かれ、この人となら一緒に生活できそうだな、そう思うようになっていった。じゃあ今は締め切り前は家事のすべてを旦那様が？ええ、素敵。そんな理解のある男性なかなかいないですよ。羨ましい。付き合いの長い編集さんだけど、政略結婚とは伝えてないのよね。だって言ったらそのネタで本を書きましょうって話になるに決まってるもの。はい。月子さん、今大丈夫ですか？しんさん、どうされましたか？実は俺とデートしませんか？え？ほら、夫婦なんだし、たまには外食するのもいいんじゃないかなって。もちろん締め切りが終わってからで大丈夫なので。ごめんなさい。そういうのはちょっと。そうですよね。夫婦といっても政略結婚なのにデートなんて迷惑だったよな。こんなおばさんとじゃあなたに恥をかかせてしまうし、それに着ていく服もないし。え、そういう理由ですか？そんなこと全然ないです。着ていく服のことで困らせてしまうなら、俺が行きつけのラーメン屋なんてどうですか？すごい美味しい店があって。ジン君すごい必死ね。かわいい。もし俺と一緒に食事するのが嫌じゃなかったら行きませんか？はい、美味しいでしょ。月子さんにも食べて欲しかったんです。ジン君ありがとうね。ジン君、締め切り明けの疲れが吹っ飛んだわ。よかったです。ジン君。月子さん、実はもしかして離婚したいとか？1年間単身赴任することになってしまいました。え、すみません。締め切り前の家事は俺に任せてくださいって言ったのに。そんなお仕事なんだから仕方ないわよ。ジン君がいないのは寂しいけど。え、ごめんなさい。私ったら厚かましいことを。いえ、月子さんがそう思ってくれていたのが嬉しくて。赴任先から連絡してもいいですか？もちろんです。そんなわけで単身赴任になってしまった俺は、今日やっと月子さんが待つ家に帰ることができる。というのも、俺の仕事の休みと彼女の仕事の締め切りが完全に被ってしまい、帰ると月子さんの執筆の邪魔になりそうだったので1年間全く帰れなかったのだ。でも月子さんとはまるで遠距離恋愛中のカップルのように毎日連絡していた。おかげで前よりずっと距離が近づいたような気がしている。月子さんも俺と同じ気持ちでいてくれたらいいな、そう思いながら玄関を開けると。ジン君待ってたよ。え、誰ですか？そんな、私のこと忘れちゃったの？俺は倒れそうになった月子さんを慌てて抱き留めた。違うんです。月子さんが前よりさらに綺麗になっていたのでびっくりして思わず。本当？実はジン君に見合う妻になりたくて努力してみたの。月子さん、俺のために。俺も離れていてもあなたのことばかり考えてました。ジン君、お帰りなさい。ただいま。
俺は単身赴任前と同じ生活に戻ったが、月子さんとの関係は前とは違うものになっていた。そんな時、会社では俺の歓迎会が開かれた。清居くん、久しぶり。綾波さん、今日は幹事をしてくださったそうで、ありがとうございます。ううん、帰ってきてくれて本当に嬉しいわ。あの、私、結婚式の時。あ、はい。ごめんね。でも、やっぱり好きなの。不倫でもいいから、私と。できません。どうして？私、本当にあなたのこと。俺も、妻のことを本当に愛しているんです。清居くん。ただいま。お帰りなさい、仁くん。飲み会は、え？どうしたの？月子さん、俺。え？仁くんの表情、私に、何か申し訳ないことがあるみたい。好きになってしまいました。え、好きな人ができたってこと？どうしよう、泣きそう。いつでも離婚するって私の方から言い出したのに。月子さんを好きになってしまいました。このまま形だけの夫婦はもう我慢できません。え、俺と本当の夫婦になってくれませんか？あ、はい。俺と月子さんが結婚して2年が経過した。実家の和菓子屋は業績好調で、月子さんのおじい様が肩代わりしてくださった借金も完済することができた。これも月子さんのおかげだ。というのも、人気作家である彼女がうちの和菓子屋を舞台にした小説を上司し、その影響もあって新しいお客さんと元の常連さんも店に戻ってきてくれたのだ。両親がとても感謝してたよ。本当にありがとう。よかったわ。でも感謝するのは私の方。お二人が和菓子の魅力と経営の難しさを話してくださったから、たくさんの方に読んでもらえる作品が完成したんだもの。月子さん、実はね、次回作がもう決まってて。そうなんだ。今度は政略結婚する夫婦の話なの。二人の心をつなぐ和菓子を登場させたいって相談したら、お父様が小説のために新作和菓子を作ってくださるっておっしゃってて。へえ、なんだか俺たちみたいだね。バレた？そりゃわかるよ。ちゃんとハッピーエンドになるんだよね。もちろんよ。二人は愛し合うようになってずっと幸せに暮らすの。俺たちと同じだ。え？そう話す彼女を見て俺は、小説の結末以上に彼女を幸せにしようと決意した。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。